どうも、皆さん、こんにちは。着伐です。本日はですね、こちらの iPhone、まあ私はね、12を使っておりまして、まあちょっと前にですね、iPhone を買いますっていうね、話をさせていただいたんですけども、ちょっとね、iPhone の値段を見れば見るほどね、iPhone って高えなと思って、まあ結局やめるっていうね、選択肢をさせていただいたわけで、まあ私はね、USB Type-C にね、統一したかったんで、ここのジャックのね、変換プラグをですね、はい、たくさん買うっていうことでね、ケチな選択をさせていただいたわけなんですけども、まあこちらの iPhone はですね、iOS 17に対応いたしましたということで、早速ね、アップデートしまして、今回ですね、こちらの iPhone なんですけれども、ウォレット機能ありますよね、ウォレット。で、ウォレットにはですね、ナナコとかね、ワオ、またね、マリオット、アメックスとか、まあいろんなクレジットカードとかね、プリペイドカードが、まあアップルペイ対応しているものがね、入れられるわけなんですけれども、今までね、16枚しか入れることができなかったんですよね。で、非常にね、不便にね、思われてた方多かったと思うんですけれども、なんとですね、iOS 17からですね、こちらね、16枚っていうのが、撤廃されて、かなりね、入れられるようになったっていう話で、まあ、実際ね、上限がね、何枚なのかちょっとわかんないんですけども、まあ、私ね、クレジットカードね、結構持っておりまして、まあ、全部が全部がですね、Apple Pay ね、対応しているカードではないんですけども、まあ、こういった感じでね、かなりね、たくさん持っておりまして、今ここにね、28枚あるんですけども、まあ、これ以外にもですね、プリペとか、ナラコとか、ワンとか入れたらね、まあ、全部で30何枚ぐらいになるんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、今回の動画ではですね、このクレジットカードですね、ウォレットに全部入れてみたということで動画ね、やっていきたいなと思います。ということで早速ね、やっていきたいなと思うんですけども、まあ、今回の動画ね、そんなに言う、いつもね、結構役に立ちますみたいな感じでね、言っていただいてね、非常にありがたいわけなんですけども、まあ、今回ね、これちょっとね、エンタメ的な感じで、まあ、お付き合いいただければな、なんていうふうに思います。ということで早速ね、入れていきたいなと思います。まあ、私もですね、このね、ウォレットね、かなり枚数入ってまして、まあ、いつもね、どれかを消してどれかを入れてみたいなね、そんなことを繰り返してね、利用させていただいてたわけなんですけども、まあ、今回ね、上限なくなったのか、ちょっと何枚なのかわかんないんですけども、まあ、16枚っていう制限はなくなったっていうのはですね、お聞きしましたので、早速やっていきたいなと思います。ということで、ね、早速やっていきましょう。まずですね、こちらのアメックスビジネスゴールドカードですね。あ、今ね、ちょっとこれに出しておきますけども、今ね、上から、マルエツカード、先日ね、ポイントサイトの案件で発行した、今ね、毎月3万円使うクレジットカードですね。マルエツカード1個か、あと三井住友カードの、こちらナンバーレスのビジネスカードですね。で、スーパーフライヤーズ、JCB、ANA ペイ、マリオット、アメックス、ファミペイ、キャッシュ、AU ペイ、プリペイド、AU ペイ、プリペイですね。で、ワオン、メルカリ、V ポイント、みんなの銀行、ミクシーM、トヨタウォレット、ナナコっていった形になります。ということで、早速ね、今、現時点で2、4、ローヤ、ドー、12、14、16、今、マックス入ってますね。はい、ということで、やっていきたいと思います。まず、アメックスビジネスゴールドですね。皆さん、どうですかね今回、上限が撤廃されて、私はね、めちゃくちゃ喜んでるんですけども、皆さんどうですかね。やはりね、キャンペーンとかがあると、やっぱりこのビザタッチとかね、まあそういうので、利用する機会がね、結構多かったりいたしますので、入れる時がね、結構多かったりするんですけども、どうなんだろうな。私ね、友達とかね、普通の友達に会うと、ウォレットってね、全然入ってなかったりして、まあ私のウォレットとかね、見られるとね、結構びっくりされたりするんですけども、まあ、普通の人だったらね、それが普通ですもんね。はい。クレジットカードそんなたくさん持ってる人もね、そんなにいないですし、まあそんなに発行する理由もね、普通の人だったらあんまりないですよね。まあ私はね、まあこの発信させていただいている部分もございますし、ポイントされたら案件でね、利用させていただいている部分も結構あるんで、たくさん持ってる方なんですけども、やっぱり普通の人ってそんなに持ってないんでね。まあ、マイラー、リクマイラーでね、ポイントサイトの案件利用されている方はね、結構、まあ利用している方は多いかな、なんていうふうに思うんですけどね。はい。ということで、まずね、アメックスビジネスゴールドが、全然入っていかないですね。なんだろう。なんか間違えた。あ、大丈夫ですね。はい、ウォレット追加されました。どうしようかな。認証はちょっととりあえず時間かかるんで、認証やめましょうかね。はい、認証でお金かかったりするのもありますんで。まあ、ひとまずね、はい、入れればね、ウォレットにね、入ればいいんでね、次は Amazon 一般カード。まあ、私がちょっと前にね、このカードは Amazon の、なんだっけ、Amazon なんかのセールの時に、あれが出たんですよね。今発行すると1万ポイントもらえますみたいな。まあ、それで発行いたしました。全部で何枚入るんでしょうかね。
まあ、ツイッターとかでね、見てるとですね、38枚まで登録された方ね、まあ、いらっしゃるみたいなんですけども、まあ、私全部で何枚になるかちょっとわかんないですよね。で、Apple Pay に登録できるカードとかね、まあ、できないカードもあるじゃないですか。ですんでね、ちょっと一概には言えないんで、ひとまずね、その方よりね、多いかどうかっていうのもちょっと私はわかんないんで、まあ、ひとまずやってみて、枚数後で数えようかなっていうところなんですけども、まあ、でも、ワオンとかナナコとかね、そこら辺のはね、結構、あれですもんね、入れれますもんね。はい。ワオンとか、あそこら辺も、入れようと思えば、全部、確かアプリ1個で何枚で作れるんだっけな。5枚ぐらい確か作れたと思うんでね。はい。次は、年会費無料にしてもらえている、アメックス、セゾンアメックスゴールドカードですね。はい、入りました。次です。次はこれです。ちょっとね、ANA の番号とかも書いてあるんでね。みずほマイレージクラブカード ANA ですね。まあ、これがないとですね、永久不滅ポイントを ANA マイルに交換することができないっていうね、なぜか年会費無料のクレジットカードということで、これは本当にいいですよね。このカード、Apple Pay 登録できんのかな？なんか無理そう。できないカードも多分ね、あると思うんですよね。今回ね、まあ、ほとんどのカードが入れれるとしたらですよ、めちゃくちゃいいなと思うのは、やはりね、クレシスってあるじゃないですか。毎月ね、私、小額決済、Amazon ギフト券とかね、購入したりしてるんですけども、クレシス気づかない、気づかないようにね。まあ、そういうのをですね、Apple Pay で利用できたらね、めちゃくちゃ楽ですよね。はい、スイカチャージとかでね、これで利用できればね、めちゃくちゃいいなと思ってるんで、まあ、もしね、全部入れれるんだったら、まあ、全部入れちゃおうかなっていう感じですね。で、Apple Pay とかでね、スイカチャージ、まあ、スイカだったらね、私絶対使うんで、まあ、スイカチャージでね、クレシスつけれるんだったら、まあ、それがね、めちゃくちゃ楽だななんていうふうに思うんで、まあ、これでね、利用していきたいなっていうところですね。はい、ANA みずほマイレージカード入りました。じゃあ次行きます。次はこちらです。ソラシドエアカード。はい。ということで行きましょう。まあ、三井住友カードが発行しているクレジットカードはね、多分 Apple Pay 登録できると思うんですよね。はい。ですんで、そんなに有名どころじゃないクレジットカードとかね、そこら辺がちょっと危なそうって入らなそうですよね。このね、カード認証がね、ナビダイヤルだったりするのがね、本当にだるいって言っちゃ悪いですけどね、ちょっと残念ポイントですよね。はい。たまにあるんですよね。何のカードだったかな？はい。この前もね、あったんですよね。認証 SMS とかで、やってくれればね、いいんですけども、そうじゃなくてね、はい。電話しなきゃいけない MI カードだったかな。はい。ちょっと前にあったね。はい。次はこちらです。P1 カード。まあ、こちらね、お得会話では結構ね、知る人と知るクレジットカードなんですけども、こちらね、1% 還元のクレジットカードで、決済したら請求額から 1% 引いてくれるっていうね、お得界隈ではね、有名なクレジットカードですね。こちらも結構おすすめです。最近ね、ポイントサイトちょこちょこ上がってますんで、もしね、発行されたい方は、ぜひね、検索してみていただければなと思います。めちゃめちゃ時間かかるな。このカードもしかして登録できないのかもしれない。P1 カード。カードお問い合わせ中から。切り替わらないですね。Wi-Fi バリバリに通ってるんですが。あ、来ましたね。入れそう。ウォレットに追加中。お、入りました。OK です。はい、次にこれですね。UC プラチナカード。先日ね、こちら動画にさせていただきましたけども、プライオリティパスがね、はい、年間6回かな。はい、無料になったカードですね。このカード確か入らないんじゃなかったかな。Apple Pay 登録できないみたいな話をコメントで教えていただいたような気も。しなくもないんですが、あ、やっぱりできない。カード会社にお問い合わせくださいということで、これは残念ですね。プラチナカードなのにとか言っちゃいけないかもしれないですけど、 UC プラチナカードは Apple Pay 登録できません。はい、やっぱりそうですね。はい、この前で教えていただいたのがやっぱり合ってましたね。いやー、でもこれはね、 Apple Pay はね、登録できるようにしてほしいですよね。あ、言うの忘れてた。次はマジカルクラブ T カード。こちらもね、ポイントサイトの案件で発行された方ね、多いかと思います。まあ私もね、その時に発行いたしました。まあこれもね、もういいかなっていう感じなんで、はい。まあ年会費が無料なんでね、使えばね、確か。これもね、多分近いうちに解約すると思います。今ね、T カードプライムがありますんでね、もう T カード系のクレジットカードはね、他にいらないですよね。まあこれも多分年会費無料だったからね、まだ継続してるだけっていう感じですよね、年一使えばね。このカードは確か前に、
確か Apple Pay 登録した気がなんとなくするんで、多分大丈夫だと思いますね。あ、入りましたね。はい。ということで、多分ね、これずっとやってるとね、めちゃくちゃ動画長くなると思いますんで、ここら辺でね、あとは倍速でやっていきたいなと思います。まだね、はい。まだ10枚以上ね、あると思いますんで、ちょっとね、ピコピコね、入れていきたいなと思います。ということで、すべてのね、クレジットカードをね、導入試みてみました。で、できなかったね、クレジットカードをね、ちょっと紹介しておきたいなと思うんですけども、まずね、入れられなかったこちら、先日ね、動画解説した、またね、ポイント交換とかね、動画解説しようと思ってるんですけども、ホテルニューオータニのビザカードですね。こちら、三井住友カードなんですけども、こちらのクレジットカードね、三井住友カードって、まあ私ね、全部登録できるイメージだったんですけど、できないですね。はい。で、V パスとかにもね、こちら、登録画面が出てきませんので、こちらね、登録することができませんでした。で、もう一個ね、先ほど話したと思うんですけども、UC プラチナカード。こちらね、ちょっと登録できないの残念すぎますね。はい。ですんで、こちらね、残念ながら登録できませんでした。ということで、それ以外はですね、基本的に全部ね、入れることができたっていった形になります。でですね、ちょっとね、意外だったんですけども、このね、ウォレットの登録っていうのが、まあ私はね、枚数で管理されてると思ってたんですけども、どうやらですね、カードごとによってね、まあこれブランドなのかな?ちょっとね、国際ブランドでちょっと分かれてる感じみたいなんですけども、これね、容量で枚数っていうのが決まってるみたいなんですよね。ちょっとね、これやってみて初めて分かったんですけども、ちょっとね、これにね、画面出しておきますね。こちらね、ずっと登録してったらね、こういった感じの画面が出まして、もうカードをね、登録することができませんということで、最後にね、パスモとかもね、入れてみたんですけども、まあ、こういった感じで、表示されたんですよね。で、一番上の方にね、グラフが出てると思うんですけども、使用済み領域ということで、まあ、全部でね、もう 98.8% 使ってますよっていう感じなんですよね。で、使用情報をね、見ていただくと、下の方にね、フェリカが 63%、ビザが 11.8%、マスターカード 9.6%、アメックス 8.6%、JCB、5.8% ということで、まあカードごとによってね、食う容量っていうのはね、まあ違うみたいなんですよね。ですので JCB であれば1枚ね 0.3% しか食わないわけなんですけども、まあこれがねアメックスだと1枚ね 0.7% で、これがねマスターカードだと 1.1%、ビザだと 0.9% ということで、まあフェリカに分類されるものは 1.3% のね容量をね組むっていった形になってるんですよね。ですので今回ね、カード自体はですね、非常にたくさんね、登録することができたんですけども、まあ、一概に何枚っていうわけではなくて、このね、容量自体がですね、食わないものを、まあ、JCB ばっかり入れてたらですね、多分こちらね、0.3% しかね、1枚で食ってないので、まあ、JCB だったらね、もっとたくさん入ると思うんですけども、まあ、いろんなクレジットカードね、まあ、入れる方はですね、このね、容量分だけね、入れれるって言った感じになります。まあ、こういったね、感じの結果になりました。今回ですね、まあ、何枚ね、入ったのかっていう話なんですけども、上からね、三井住友カードのナンバーレスですね。で、オリーブ。で、上から3番目がこれが三井住友カードの、これ何枚だっけ?エブリプラスっていうね、クレジットカードですね。で、この前ね、セゾンゲームカード、こちらね、ポイントサイトの案件で入れましたよね。で、あと、ワオン。で、JQ、こちら JQ セゾンカードですね。で、その下がセゾンプラチナビジネス、アメリカンエクスプレスカード。で、こちらが、こちらソラチカカードですね。私ね、まだソラチカカードね、解約してないんですよね。で、あと MI カードの一般カードと、イオンの、こちらウェルシオカード、ウェルシアカードで、こちらが JGC の JAL カードですね。で、あとイオンカード、イオンカード、ミニオンズ、セゾンパール、あと T カードプライム、マジカルクラブ T。で、まあ、ここら辺はさっきね、一緒にやりましたけども、P1、ソラシドエア、ANA ミズホ、セゾンアメックスゴールド、アマゾンカード、アメックスのビジネスゴールド、マレーツカード、イコカ、こちらが、三井住友カード、ナンバーレスの、オーナーズカードですね。はい。で、スーパーフライズの JCB、ANA ペイ、マリオット、ファミペイ、キャッシュ、AU ペイ、プリペイド、ワオン、メルカリ、V ポイント、みんなの銀行、JQ エポス、ゴールドカード、ミクシエム、トヨタウォレット、7個っていた形になります。枚数だと、1、2、3、4、5、6、7、8、30、31、35、36、37、38、
39っていった形になります。まあこちらはね、まあ枚数でね、ずっと私ね管理されてると思ってたんですけども、まあこちらはね枚数ではなくて、まあ今回からかもしれないですけども、容量でね、まあ管理されるっていう風にね変わったみたいですね。はい、こういった結果になりましたということですんで、まあ先ほども言いました通りね、JCB のカードねたくさん入れてればね、多分ねもっと枚数入ると思うんですけども、まあいろんなクレジットカード入れていくとですね、まあ容量によってね、まあ枚数は制限されていくっていう風になります。まあいずれにしてもですね、今回ね私ここにね39枚、クレジットカード入れることができましたっていう風になりますんで、これはね非常に便利ですよね。はい。まあ、クレジットをね、稼ぐっていう意味でもですね、今までね、Amazon ギフト券15円ね、定期的に買ってたりしてたんですけども、本当にめちゃくちゃめんどくさいのと、まあ、先日ね、コミュニティ欄で発信させていただきましたけども、今ね、Amazon の不正利用が非常に流行ってるということで、言いましたけども、Amazon にね、クレジットカード登録するのやめましょう。一時でいいんでね。で、なんかね、今回の不正利用は、2段階認証をね、突破されて、不正利用されて、しかもね、それで Amazon ギフトカードを買われて、不正利用した人の方に Amazon ギフトカードを送る。で、またね、注文履歴も、非表示にして、Amazon ギフトをね、購入しているみたいなね、まあそういった感じになっておりますんで、まあこのね、Amazon にも今私カード登録してないんですけども、まあこれもね、やっといていただきたいなと思うんですけども、ちょっと話出してしまいましたけどね。まあこういった感じで、今までね、Amazon ギフト券ね、定期的に買ってたんですけども、これもね、非常にめんどくさかったので、まあ今回ね、これ全部認証すればですね、Apple Pay でポチポチするだけでね、クレジット稼げるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですよね。はい。ですので、今までね、Apple Wallet の枚数でですね、ちょっとね、足りないよって思ってた方はですね、ぜひね、好きなカードね、入れまくっちゃっていただければな、なんていう風に思います。ということで、今回ですね、Apple Wallet がですね、カード枚数ね、16枚から増えましたということで、解説ね、させていただきました。まあ、ぜひね、参考にしていただければ、まあ、ちょっとね、参考にならないかもしれないんですけども、まあ、ちょっとね、困ってた方はですね、ぜひね、入れてみていただければな、と思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいな、と思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。